建設現場では足場などからの墜落、また工具や資材など物の落下の災害は依然として減っていません。そのため足場や仮設通路および作業高台からの墜落落下防止措置などに関し、労働安全衛生規則の一部が改正されました。皆さんこんにちは。足場などに関係する労働安全衛生規則が改正され、平成21年6月1日より施行されました。そこで今回はどのような点が改正されたのか、具体的に紹介してまいります。その内容に詳しい内田さんにお話を伺いたいと思います。内田さん、よろしくお願いします。はい、わかりました。内田さん、まず主に改正された労働安全衛生規則はどこが変わったか教えていただけますか。はい、足場、仮設通路、作業高台からの墜落落下防止措置などに関し、設備と点検の2つの面から労働安全衛生規則の一部が改正されたんです。設備と点検についてですね。はい、まず設備の面から人の墜落防止措置についてと物の落下防止措置についての改正です。はい、そしてそれに伴う墜落落下防止措置の点検項目が追加になったんです。点検の改正内容は、当日の作業開始前と悪天候などや足場の組み立て、一部解体、もしくは天候の後の2つに分けられます。突発事故に加えて高さ15センチ以上から40センチ以下の位置に下山をするか、交差事故に加えて高さ15センチ以上の幅木をするか、または設備枠の設備を設けなければならなくなりました。落下防止措置についてはどうなんですか。メッシュシートを設置すれば落下の防止になります。はい、墜落防止措置として今までの75センチより10センチ高い高さ85センチ以上の手すりに加え、高さ35センチ以上から50センチ以下の中山か、高さ85センチ以上の手すりに加え、高さ35センチ以上の金網、幅木などの墜落防止措置が必要になります。高さ85センチ以上の設備と中さん、またはこれと同じような機能を持った設備を設けなくてはならなくなりました。次は作業高台ですね。高さ2メートル以上の作業床の端部で墜落の危険性がある箇所には設備などと中さんなどを設けることになりました。についてはどうなのでしょうか。火災側の措置については基本的には墜落災害や落下災害に対する措置が必要であり、いろいろなやり方が考えられますね。例えばどんなやり方がありますか。枠組み足場の場合、墜落防止のために下山を、次に追加された点検項目について教えてください。はい、2つの面で点検項目が追加されたんですよ。点検の改正内容はこの表のように、吊り足場以外の当日の作業開始前と悪天候などや足場の組み立て、一部解体、もしくは変更の後の2つに分けられます。点検者は事業者と注文者に分けられます。このように事業者と注文者は墜落落下防止措置の丸印について点検しなければならなくなったのです。そして悪天候などや足場の組み立て、一部解体、もしくは変更の後に点検結果や補修などの記録をし保存することになったのです。
点検記録についてはどうでしょうか。事業者は点検結果について点検の結果、補修などの措置を行った場合の内容を記録し、足場を使用する作業の終了するまでの間保存しなければなりません。